と？さあさあお立ち会い、本日はザ・バックルームズのオブジェクトを見ていこうじゃないかのパート2だよ。さて、ザ・バックルームズにはレベルやエンティティだけじゃなく、ユニークなオブジェクトが多数存在しているんです。本日はそんなオブジェクトの中で、最も有名と言っても過言ではないこのアイテム。オブジェクト1、アーモンドウォーター、をご紹介しましょう。アーモンドウォーターは、ザ・バックルームズに数多く存在する物質です。水分補給の重要な源であり、わずかな栄養価もあります。アーモンドとバニラの甘いフレーバーウォーターで、何種類かのボトルに入っており、通常、ブランドやラベルはついていません。アーモンドウォーターは万能なんです。交換したり、取引したり、エンティティを撃退したり、病気を治すのに使うことができます。あるレベルでは、それを追加の1形態として使用することさえあります。さて、ここまで超有能なアーモンドウォーターについて見てきましたが、この世界で液体を扱う場合は注意が必要です。ザ・バックルームズには数多くの液体が保管されており、その多くは飲むことはもちろん、触ることさえも危険です。アーモンドウォーターは、バニラやローズウォーターの香りが、ほのかにではありますが、はっきりと感じられます。このような性質がなく、明らかに新鮮な水でない場合は飲むのを避けてくださいね。アーモンドウォーターは、敵対するエンティティの影響を中和する、病気を治療するなどの効果があるとされています。また、健康維持にも役立ちますし、集中力向上、スタミナ回復などに用いられたりもしますね。いやはや万能。さて、そんなアーモンドウォーターですが、ウォータークーラー、水飲み場、自動販売機、ボトルに入ったものが一般的で、レベル4で散見されることがあります。他にもレベル32、レベル5、レベル30などなどたくさんのレベルで入手できますよ。ただですね、一個気をつけなきゃいけないのは、賞味期限切れのアーモンドウォーター、です。ボトルの中に緑、青、白のカビが浮いていて、腐った牛乳のような、ほのかにチーズのような香りがするのですぐわかります。もしこのアーモンドウォーターを飲むと、記載しているような症状になるので注意です。さて、そんなアーモンドウォーターを美味しく楽しく、いろいろな味を楽しめるのが、レベル 6.1、です。飲んだ人が短時間で緩んでぐったりしてしまうという、やや不思議な作用がありますが、それ以外は安心して飲めます。キチのフレーバー一覧は以下の通りです。皆さんはどれを飲んでみたいですか？私は桜ブリーズが気になりますね。てなわけで今回はここまで、また次の動画で会いましょう。